はい、皆さん、こんにちは。渡辺です、えー。今回はですね、前回に続いて、ボレルサブグループに関する、えー、命題、次の命題を証明するところから始めたいと思います。11.13をご覧ください。G をコネクティットリニアルジェブレックグループとしますと、ボレルグループ、サブグループに対して以下が成り立ちますよということで、1番目は、ボレルサブグループっていうのは、パラボリックサブグループであるというわけですね。 で、ボレルサブグループっていうのは何だったかっていうと、それは前回定義をしました。こちらですかね。えー、っと、ここです。マキシマル・コネクティッド・ソルバブル・クローズ・サブグループ。まあ、これのことをボレルサブグループと言いました。一方で、えー、っと、パラボリック・サブグループっていうのは何だったかっていうと、えー、っと、クローズ・サブグループであって、かつ G over P っていうのがプロジェクティブになる。まあ、こうですね。こういうもののことをパラボリック・サブグループといったわけです。 そうしますと、ボレルサブグループは、マキシマルなコネクティッド・ソルバブル・クローズド・サブグループと言いましたね。マキシマル・コネクティッド・ソルバブル・クローズ・サブグループと言ったので、特にクローズ・サブグループという条件はありますから、あとは、ボレル、カッコ1の条件,条件というか示したいことというのは、えっと、ジオバ B。 ボレル部分を B と書くとすると、G overB がプロジェクティブバラエティになるということを見てあげるというのが、このカッコ1でやることです。で、カッコ2は、ボレルサブグループ2つあったらそれらは共、えー、約だよという話ですね。で、3つ目は、クローズサブグループ P に対して P がパラボリックになるというのは、ボレルサブグループを含むということと同時であると。だからこれはパラボリックサブグループの特徴付けになっています。はい。 というわけで、えっと、前回紹介したいくつかの定理を用いまして、えー、この定理を証明したいと思います。まず1番からやっていきたいんですが、S をボレルサブグループで、まあ、次元が最大のものとしましょう。でそうすると、シュバレーの定理を用いると、えー、ファイっていう G の表現があって、さらに V のワンディメーショナルサブスペース V1 が存在して、この S っていうのが、まあ、スタビライザーに対応する、まあ、そういうものであると。 いうふうにできるという話でした。で、そうしますと、これ、えっ、ー、と、S っていうのは G に含まれていますから、S から GLV over V1 ーーへの、まあ、こういうリプレゼンテーションができます。あだから、まあ、正確に言うと、まず、えっ、ー、と、S からここへの射車が、ここに入ってますから、自然にここができますね。で、さらに、今、S っていうのは V1 を V1 に送るようなものだから、えっ、ー、と、 ここからここへの写像っていうのはこいつをインデュースしますね引き起こしますでそうすると今度は S っていうのが V over V1 に作用しているので V over V1 の遮影化にも S が作用しますそうすると S っていうのは V over V1 上のフルフラグバラエティに作用しますはい S, S っていうのはボレルサブグループなのでソルバブルですでソ。ソルバブルなものがここのフラッグバラエティにこう作用しているっていう状況ですよねで。フラッグバラエティはプロジェクティブです。でプロジェクティブなものに、えー、ソルバブルサブグループ,ルルループがコネクティズソルバブルグループがこう作用すると、えー、固定点を持つという話でした。ですので固定点、こういう固定点を持ちます。でこの WH から WN 引く 2というのはそれぞれ V over V1 のサブスペースで VWI っていうのは I 次元のサブスペースになっていると。こういうものです。π っていうのを V から V over V1 へのまあ自然な前者としましょう。そうすると V の i プラス1っていうのをこの π インバース WI と置きます。そうするとこれは V 上のフラッグが得られますね。でこの Vi プラス1っていうのはこれは i プラス1次元の V のサブスペースです。 これによってフルフラッグ V1 から V の n-1 というのを得ることができるというわけですね。で、これらっていうのは、えー、と何を満たすかっていうと、まあそもそもここで何が満たされてるかっていうと、えー、S の作用に関してこれは普遍っていうか、まあ、固定されてるわけだから、えー、それを考えると結局、まあ、これが成り立つということがわかります。はい。 でそうしますと、今、s っていうのは、まあ、こう書けるよということがわかります。まあ、なぜかというと、今言った通り、えっ、ー、と、s の2の弦に対して svi イコール vi が成り立つというわけだから、それは、ここから弦を取ってきたら、もちろんこのフラッグを固定しますね。一方、これを、フラッグを固定するっていうことは、特に xv1 イコール v1、あ、まあ、こう x とか g とか、 ババラバラになっていていい気持ち悪いですねこもともと S っていうのは X で書いてましたからこれここも X にしましょうかはいそうするとまあこれが成り立っていればもちろん特に X の V1 イコール1になってますからでそれが S の定義ですのでまあ逆は明らかであるというわけです そうしますと、今、G がフルフラッグ F にこう作用しているわけですが、F0 の G オービットを考えます。で、オービットマップ G から GF0 っていうのをこう考えようと。で、S っていうのは先ほど言った通り、まあ、これ、これのスタビライザーになるっていうわけですよね。しばれの定理使って、こう作っているので、これがスタビライザーになっていて、G オーバー S っていうのと GF0 っていうオービットが同型になります。で、一方で、フルフラッグ、 取そうするとえっ、ー、と結局スタブ g f っていうのは上三角行列全体のあ GLV のサブグループに含まれるということが分かりましたねですのでそうしますとえっ、ー、とあれですね可解であるということが分かりますすいません変なとこ落ちてしまいましたね はい、で、そうしますと、えっ、ー、と、可解なので、S の次元の最大性によって、えー、まあだからそういうもので最大のものとして取ってきたわけだから、ディメンション S っていうのは、ディメンションスタブ GF 以上になると。で、そうすると、これ GF0 っていうのは G overS と同型でした。で、まあ、のものも結局 GF、例えば GF っていうのを考えましょうか。 ここの F、ここのフラグ2に取ってきていますが、GF っていうのはこれは G over stubGF ですよねで。そうすると、S がこれ次元が最大だって言ってるっていうことは、えっと、こっちのオービットの方で見れば、このオービットの次元が最小だっていうことです。ですので、こいつっていうのは、えっと、 ミニマルオービットになっているとで。ミニマルオービットっていうのはクローズドだっていうことが、まあ、知られています。知られていますというか、そんなに難しい話じゃなくて分かります。これ例えば、ハンフリーズの8.3に書かれています。でそうしますと,、えっと、F っていうのはこれフラグバラエティでプロジェクティブバラエティですで。それのクローズドバラエティ、クローズドになるっていうことは GF0 っていうのが、これがプロジェクティブだということが分かります。はい。 で、そうしますと、えっと、今は、えっと、S っていうのが一番次元の大きい、まあ、マキシマルな次元のボレルサブグループとして持ってきていましたが、まあ、それに対しては G overS もプロジェクティブだということが分かりました。で、あとはですね、えっと、括弧二2で、えっと、これからやることとして、ボレルサブグループ2つあったら、それらは強役だって言ってるんだから、まあ、それが示せれば、 特に次元が等しいと。つまり全部が極大であるということで、結果としてあの1番が従うというわけです。ですので、えー、と2番目を示せば1番目を従います。ということで、2番目を示しましょう。はい。で、えー、B っていうのを G のボレルサブグループとして、先ほど S というのは先ほどと同様としておきます。そうすると、今 G が GO バイスにもちろん作用しているので、その部分群 B も GO バイスに作用すると。 で、B はボレルですから、特にソルバブルで、ボレルフィックスポイントセオレムによって、まあ何かしら、こう、えっ、ー、と、固定点を持つというわけですね。で、えっ、ー、と、ここがちょっとなんか、変なこと書いてますかね。えっ、ー、と、ちょっと修正しましょう。まあ、あの、まずですね、フィックスポイントセオレムから、えっ、ー、と、G0S に B をこう、作用させても、こう変わらないと。まあ、両辺から、えっ、ー、と、G0 インバースかけると、 G0 インバース BG0S イコール S になりますか。で、特に S って部分群で E 入ってるから G0 インバース BG0 っていうのが S に含まれるっていうことが分かります。すな,すなわちここに書いてある通りで、これがわかるということ。 これが分かれば、両方とも今、ボレルーサーブグループですから、マキシマルなという条件がありましたから、結局これ一致せざるを得ないというわけです。ということで、この2つが一致すると。ということで、これ強弱だということに他ならないので、括弧には OK であると。で最後に、クローズサブグループ P がパラボリックであるというのと、ボレルサブグループを含むというのが同値であると。まあ、それを確認しましょう。 まず P をボレルサブグループを含むクローズサブグループとします。そうしますと、ジオバ e r B から G over P に射ができますけれども、ジオバ P はクエサイプロジェクティブで、ジオバ B の方は B がボレルだということから、えーとえー、これがプロジェクティブになります。 それはなぜかというと、これ、あの、先ほども言っていましたが、ここも S っていうのはこれ B だと思っておくてこう、こう、こうなってましたよね。だからフラッグの中の、えっと、クローズオービットとなっていて、で、えー、だからプロジェクティブになるという話でした。はい、こい、こいつもプロジェクティブになるというわけですね。ですので、まあ、ああの、ジオバ B はプロジェクティブです。で、プロジェクティブで、この前者があったら、この、 えっと、ターゲットも、まあ、これ、プロジェクティブになります。まあ、スキーム論とかやってたら、プロパーなものの社、行き先またプロパーだっていう、まあ、まあ、そういうやつですね。で、えっ、ー、と、逆にですね、P をパラボリックとしますと、えー、そうすると、 ジオバ P がプロジェクティブになります。で、ボレルサブグループ B をジオバ P にこう作用させますね。まず、ジオバ P って G が作用してますから、その部分群 B ももちろん作用して、ボレルサブ、あの、フィックスポイントセオレムによって、えー、まああの、RG0 っていうのがあって、これが成り立つと。でそうすると結局、G0 インバース BG0。 というのが、これ P に含まれるけど、この G0 インバース BG0 っていうのがボレルサブグループですから、まあ、それを含んでるよねというわけです。というわけで、以上により、ボレルサブグループに関する3つのことが言えたというわけです。で続きまして、11.14に行きましょうかね。 11.14ですが、これは G が Connected Linear Algebraic Group で、B をボレルサブグループとして、P をパラボリックサブグループとすると。そうすると、B っていうのが NGB と一致するとか、P が NGP と一致するということを言っています。あで、P は連続っていうか、これは間違いですね。えっと、Connected、連結ですね。はい。 でこれなんですが、ここの証明ぐらいまではやりましょうかね。えっと、えーまあ、1番目は、まあ、ハンフリーズの23.1を参照ということにして、まあ、1を認めて2番目を示すことにします。でそうしますと,、えっと、P のアイデンティティコンポーネント、単位元を含むようなイレデューシブルコンポーネントですね。まあ、それを P0 と書くことにします。 そうすると、P はあるボレルサブグループを含むっていうのが先ほどやった場合で、まあ、それを B と書きましょう。これ別にもともとの括弧1の B とは一般に異なるものです。で、B を P0 にだからこう含まれているという状況で、まず NGP から2に X を取ってきます。そうすると、これは何だっていうと、NGP のそもそもの定義を考えると、これ XPX X インバース、これが。 えー P、になるというものですでそうすると、xbx インバースっていうのは今、これが b が p0 にこう含まれていますから、xbx インバースっていうのは p0x インバースに含まれます。で、x が NGP に含まれてるっていうことと、p0 がアイデンティティコンポーネントだということから、この2つが一致します。で、えー、と今、b と xbx インバースは p0 のボれルサブグループになっていると。 まあこういう状況です。で、ボレルサブグループは互いに協約、えー、だという話でしたから、ある P0 の源 Y が存在して、YBY インバースが XBX インバースになる。そうすると、これを書き直すと Y インバース X が NGB に入るんですが、括弧1から NGB は B と一致している。で、B は P0 を含んでいると。 で、y がそもそも p0 の元だということと合わせますと、そうすると x が p0 に含まれると。で、今、x っていうのはもともと ngp から2に取ってきていたので、えっ、ー、と、これですね。ngp というのは p0 に含まれるということが分かりました。で、p0 はもちろん p に含まれて、p は ngp に含まれます。 でそうしますと、えー、結局、NGP も P0 も P も一致するということで、この3つが一致しているということが分かったというわけですね。はい。で、えー、とさらにですね、まあここ、この次までちょっとやりましょうか、ちょっと長いですが、11.16、ハンフリーズの13.1とか、太田先生、西山先生の大、えー、数群と軌道の9.3とか9.31、まあ、この辺りに書いてあることです。 G をセミシンプルなリニアアルジェブレックグループ、G をそのリーダイ数としましょうと。で、その時に、クローズコネクティズサブグループとサブアルジェブラに、まあ、H に対してリー H を対応させると、こういう対応を考えると、これは単車であると。で、さらにこの写像のもと、ボリューサブグループっていうのはボリューサブアルジェブラに対応して、パラボリックサブグループはパラボリックサブアルジェブラに対応するよということを言っています。はい。で、ちょっと抜かしちゃってましたね。 ボレルサブグループって何かって言ったら、マキシマルソルバブルサブアルジェブラのこと。でパラボリックサブアルジェブラって言ったら、ボレルサブアルジェブラを含むようなあのサブアルジェブラのことをパラボリックサブアルジェブラということにしましょう。で、えっ、ー、とまあ、この証明についてはいいですかね。まあ、ちょっとここは集略することにしましょう。まあ、こういうものが対応しているんだというわけですね。 で今日のこの動画はここまでとしまして、まあ、これらを使って次回以降ですね、ラショナルホモジーニアスバラエティを分類するという話に入っていきたいと思います。はいというわけで、この動画はここまでにしたいと思います。